好きなものを語るチャンネル、ゆうちゃまの独り言。仮面ライダーキバ劇場版を語ろう。どうもゆうちゃまです。前回はキバ本編を語らせていただきました。今回は劇場版語っちゃいます。公開は2008年、もう結構経ってるんですよね。13年か。今回は劇場版熱く語っちゃいますよ。劇場版の魅力を大きく3つに分けました。まずは魅力1つ目、親子ダブル変身。これがね、あの魔界城のやっぱり一番の魅力だったんじゃないでしょうか。過去と現代で一緒に変身するシーンとかあったんですけども、めぐみさんとゆりさんとかはなかったんじゃないかな。同時変身っていうのは別画面でっていうのはあったんですけど、そうですよね。今回は過去からオトヤとユリが現代にやってきてくれるっていう映画ならではの展開がありましたよね。もうダブル変身とか燃えましたよ。やっぱり仮面ライダーってさ、変身シーンって非常に大事だと思うんです。特にダブル変身って何度もする仮面ライダー作品もあるんですけど、こういう親子変身っていうのはさ、親子ダブル変身っていうのはさ、貴重なんですよね。なんか、あ、この回だから見れる、映画だからこそ見れるっていうワクワク感、大切にしていきたいですね。夢のシーンだったね。なんか視聴者の求めてるものをやってくれてる東映さんに本当に感謝ですし、仮面ライダーレイやアークも登場して見応えある映画でしたね。魅力2つ目、親子愛。もともと仮面ライダーキバという作品は親子との絆とかをしっかり描いてる作品だったんですよね。劇場版ではさらにじっくり時間をかけて描けてましたよね。本編ではもうさ、ラストの方結構バタバタしてたじゃないですか。キングを倒さないといけないとかさ、だからこうゆっくり話してる時間っていうのはなかったんですけど、劇場版は比較的そういう時間が取れて、なんか親子ならではというか、話せてたんじゃないかなと思います。喫茶店でのさ、めぐみとゆり、渡るとおての対面は何とも言えないものがありましたよね。こう毎回見てたその視聴者の私から言わせてもらうと、あー、こういうのが見たかったんだって、待ってましたっていう、じわじわ来るよね。なんだろうね、もう映画公開してくれてありがとうみたいな、感謝ですよね。もう現代では2人がこの世にいないというのもなんかね、感じさせられるものがありましたね。オトヤとユリも思わなかったのかな、今の私たちってどこにいるのみたいな。もうそういうのはちょっと野暮だから聞かなかったのかな。魅力3つ目、劇場版の主題歌、サークルオブライフという楽曲、相川七瀬さんが歌ってます。ブレードのオープニング主題歌も以前担当していましたが、相川さんの歌声って仮面ライダーの雰囲気に合ってるんですよね。今回もすごくいい感じに仕上がってました。この曲、劇場版の仮面ライダーの今までの主題歌の中でもかなり上位にランクインするぐらい名曲なんじゃないでしょうか。君の手のひら僕と繋いでって、なんかね、親子のこう繋がりを大切に、そういう感じさせられる曲ですよね。いやー、仮面ライダーの劇場版ね、その戦隊と同時上映だから仕方ないっていうのもあるんですけど、もうちょっと尺をしっかりとってやってほしいなという思いもありますが、まあ、今回はこれはこれでいいなと私自身思いました。ディレクターズカット版もね、すごい評価が高いみたいなので、私もいつか見てみたいというふうに思います。これからも特撮作品ちょこちょこ語れたらいいなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。ゆうちゃまの独り言、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくね。低評価は押さないで、本当に本当にチャンネル登録よろしくね。